きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日はこちらでカレーを買ってきました。すき家さんのドライブスルーでポークカレー弁当を買ってきました。サイズは並盛りです。すき家のカレーはこのシリーズでは2点すでに配信お送りしています。豚丼、豚丼の具材を乗せたもの、そして納豆を乗せたものということで、トッピング合いがけのカレーを食べたんですけど、今日はシンプルに、ポークカレーを食べてみたいと思います。それではいただきます。すき家のカレーはとても美味しいと思います。今まで、この配信でお送りしたお店の中で食べた時もそう感じたんですけど、カレーのソースがとても何かこうみずみずしい、そんな感じがして、言い換えれば、癖のない味わいというか、カレーらしいカレーといった、そんな印象です。いただきました。ポークカレー弁当美味しかったです。食べる前に予想していた味わい通りというか、お店で食べるカレーともちろん味わいに変わりはなかったです。すき家のカレーはまだまだたくさんのバリエーションがありますので、またお店の方で、あるいはこうして、ドライブスルーで購入して、食べてお届けしたいと思っています。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。